はいどうも皆さんこんにちは。今回の動画は雑談メイクということで、完成する前のすっぴんから手に喋りながら、していくメイクになります。ちょっと新しい試み、メイク動画私すごいきっちりしたロゴ多かったのでつまんないなと思って、だらだら話しながら見える系を作ってみました。今回はその動画になります。それではどすっぴんどうぞ。はい、それではメイクやっていきましょう。撮影用のメイクですね、今からするのは。なので特にその変わりはないんですけど、顔が薄いのでさっさとやっていきたいと思います。まずはアイシャドウからベースのカラーを塗っていきますよ。今回のトピック何にしようかなって考えた結果、私一つ話したいことがあったんですよ。恋愛系のやっぱ質問とか多いんですよね。一つ考えたことがあって、そこをねちょっと話していきたいなって思います。私って結構操作さんに意見外とかをシェアするようなタイプなので、別れた別れたってついてから言うし、誰と付き合ってるかなんてもうみんなにシェアしてるからみんなよく分かってるじゃないですか。 3,4 年前から私のこと見てる人は多分ね、もう私の恋愛歴全部知ってると思うんですよ。誰と付き合って誰と付き合ってこんな彼氏いたなみたいな、あると思うんですけど、私の恋愛って早いんですよ、スピード感が。みんな思ってるとなんか彼氏ができるの早いとか次の言われたりするんですけど、まともに付き合った人、つい以上付き合った人にしようかな、3ヶ月以上付き合った人4人なんですけど、5ヶ月とかだったんですよ、その間が。他も早くて1ヶ月以内とかもあったんですけど、そういう恋愛をしてきてるので、であと3人は平気して1年ぐらいは付き合ってるんですよ、その3名の方とね。で1名5ヶ月で別れたかな、確か。この恋愛を経て思ったのが、濃い恋愛をしてるじゃないですか。ある程度の人がやっぱ一般的に長く付き合えば付き合うほどいいみたいな価値観があると思うんですよね。その1年1年1年でちょっと彼氏をこうリニューアルオープンさせて思ったのが、なんかクソな人とっていうか、そのあんまり将来性ないなっていう人とちんたらちんたら付き合ってても、そっちの方が時間の無駄じゃねって最近思ってきて、ちゃんとした人と、1年なんていうの、長く付き合うのはそれは正しいことっていうか、普通だと思うんです。しっかりとした人ってなかなかいないんですよね。私の年だと23ですけど、やっぱその20から23ぐらいの時、やっぱ遊びたい盛りっていうのもあるし、いい男の母数が少ないじゃないですか。っていうのをやっぱ感じていてですね、周りを見てるとね、私もなんかクソな人たちを経験したけど、いい人よりも良くない人の方が多いから、浮気なんてもう当たり前だしみたいな。なんか真面目にはなる方が損するみたいな年代なんですよ。ですごい本当にいい人はいい人なんですよ。すごいいい恋愛してる友達もめちゃめちゃいっぱいいるんですけど、やっぱ変な男の数がやっぱり多いですね。っていうのを経験して、そんな人となんか 3,4 年浮気されてもなんかまだ好きだから付き合うとか放置して、で結局なんかその30手前で別れるとか、そういうのよりかはなんかこう、あ、こいつダメだなって思った時にスパッと切れた方が私はいいんじゃないかなって最近思ってますね。やっぱ1年ぐらいで大体人の本性ってわかるじゃないですか。浮気するならそのもう6ヶ月超えたあたりぐらいからする人するから、本性が見えてくる時だと思うんですよ。その見えた時に盲目的になるじゃないですか。やっぱ女性の方はやっぱ依存というか好きになってからが長いんですよね。あんまり好きにならないからこそ切りにくいんですよね、感情をって思って。自分がやったからなんだけどね、だいたいその友達とかその自分のその本能の方が正しいクソなのに切れないみたいな人いるんですけど、いや切った方がいいよ。巷ではさ、なんかまた別れたのとか、また続かなかったのとか、早くリニューアルするごとに多分言われると思うんですけど、なんかその続く続かないじゃなくて、もう選んだのが悪かった、でもそれはもう私のミスかもしれないけど、相手の性格も見抜けなかった私のミスかもしれないけど、何事もミスあるからもう繰り返さないようにさっさと切っちゃおうって言った方が私はいいんかなって思いましたね。すごいなんか長く付き合う方がさ正解みたいな文化あるじゃん。いや正しいよ、いい人だったらね。いい人だったら長く付き合うのが正解じゃないですか。そんなの誠実に言った方が一番いい。なんかその価値がない人ってまだ続けた方がいいのかもとか、人にどう思われるかとか考えてその恋愛するのは良くない。だから私はこれからも言いたい。はい、眉毛描きまーす。早くファンデーション塗りたい。ここをね、早く殺したい。ビッチとか言われたとかさ、なんか気にしてる視聴者さんもその相談とかあって、男子と話しただけでどうの、たらしだの、なんだの言われるとか、なんかその、
初体験バラされるとかそういう話聞いてるとなんかいや、フォロワーさんのことは大事だと思ってるんで、あんまりこう傷つけられてほしくないし、その負けてほしくないんですよね。ちょっと私も感情入っちゃうのところがあるんですよ。ちょっとヤンキーみたいな話したかったんですよ、そこだけ。別に恋愛が短かろうが、付き合ったね交際期間が短かろうが特に問題はないですよって言いたい。20代、まあ、私も20代ですけど、経験から学ぶのが大事なんですよ。学ばなくて何回も同じことを繰り返してるのはダメですよ。でも一回こう、あ、こういう人がダメなんだっていうのが分かって、こういうのをちゃんと言った方がいいんだとか、そういうのは学べるじゃないですか、恋愛って。だからそこが大事なんであって、そのクソな人とひたすら続けてなんかこう4年付き合いましたみたいなやってるよりかは、いい人と見つけるまでひたすら人と付き合った方がいいんじゃないかなって私は最近思ってます。はい、話が長いから全然進まないのよ、顔が。まあいいけど、色を変えていく。どう思いますかって。でここからはね、私の、ま、なんか恋愛から学んだことをね、ちょっとつらつらと話していきたいと思います。ピロートークみたいになってるけどね、メイクしてるから。一人目、初めて ちゃんと付き合った人が、うん、正直に言っちゃうと申し訳ない、誰とは言わないからさ、許してほしいんだけど、ちゃんと好きになって付き合ったわけではなかったわけですよ。なんか向こうが付き合ってって言って、なんかまあこの状況で断るのもちょっとみたいな状況だったんで、なんか私好きみたいな素振り見せてたし、まあ、私も好きな人いないし付き合ってみるかみたいな感じのノリで付き合っちゃったんですよ。でその問題点としては、付き合ってみてすごいいい人だったんですよ。多分私が紹介した彼氏というか、その今の彼氏は一番だけど、その一番最初にまともに付き合った人もめちゃめちゃいい人だったの。いい人、本当に。私がその興味があんまりなさすぎて、好きになって付き合ったわけじゃないからこそちょっと許せない部分があったわけですよ。なんか例えばあんまりその自分より頭が悪い人好きじゃないって言ったじゃないですか。悪いっていうか尊敬できるところが欲しかったんですよね。学歴主義じゃないんですけど、そのある程度の会話が成り立つぐらいのレベルであってほしかったんですけど、その人めちゃめちゃいい人だったんですけど漢字読めないんですよ。で別に他の言語を喋れるわけでもなく、しっかりとした社会情勢の話とかそういうのもできなかったんですよ、その人は。だからこれなんか結婚とか、まあ、結婚考えるのもあれだけどね、都市的には。で向こう結婚したい結婚したいみたいな感じだったから、この人と結婚した時に本当になんかこう、まあ、子供とかできますとかなった時にちゃんとした教育を私はやってあげられるのかなって思ったんですよ。もう私が教えなくちゃいけないじゃんってなって、いやそれはみたいな、結婚はちょっとありえないなみたいな、じゃあなんで付き合ってんだろうってなって、やっぱこの人ではないわ、多分生涯は一緒に共にしないわこの人とって思って、なんか別れよって言って別れたんですけど、まあいい人であったんで、もう本当に申し訳ないんですけどね、違ったんですよその人は。でも違うって思ったから別れたんですね、自分から。そのちんたらちんたらその人と恋愛しててもなんか将来性はないんだなって思ったわけ。それは経験はできるだろうけど、でもその時に別れててよかったとは思うんですよ。1年とかさ超えて付き合ってたところで、あんまりその尊敬するポイントがないからこそ、私もその態度になんかめちゃめちゃ大好き、あなたのことすごい好きで、これからも一緒に過ごしたいっていう気持ちが生まれなかったから、それで付き合ってても無駄だなって思っちゃったんですよねっていう1人目です。長めで2人目はね、まあ有名な、なんだけど二股の人なんですけど、二股言うても、まああの人すごい八方美人っていう、人に嫌われるのがすごい嫌いな人だったんですよ。どう思われるかとか、やっぱそういうのを気にしてて、だからこうすごい、なんて言うんだろう、グループ飲みとかその集団でやる行事には基本的に参加みたいな飲みが多い人だったんですけど、でお金もない人だったんですよね。お金ないって言っても、そのなんか一回何千円とかのその飲み会には何回も出るじゃないですか、その付き合いみたいなんでね。でそれでなんかこうお金ないって言われても、だったら自分のその努力できる範囲でやればよくねと思ったんでね、私は。それで私と一緒にさ、なんかラーメンとか、ラーメンも一緒に食えない状態になられても困るんだけど、自己責任じゃんって思ったわけ。ここまで文句しか言ってないけど、いいところって言われるとね、その人のいいところもう一回見つめ直してみよう。連絡がマメ、うんね、あとなんかこう行事物とか誕生日とかそういうのはすごい言い張ってくれた人だったな。女の子っていうとなんかあれなんだけど、なんかアルバム作ってくれたりとか、私の友達にこう頼んでそのサプライズ企画してくれたりとかはしてくれた人だったでしょ。誕生日とかすごい、結構すごい壮大なお祝いされて、すごいこれがなんか大学生の恋愛みたいな感情になってたんですよ。で頭も悪くないっていう、なんかまあ英語とか喋れなかったけど、なんて言うんだろう、会話も別にできるし、
ある程度の社会問題とかこういう問題どう思うとか言うのも言えるし、過去のトラウマがあったのか知らないんだけど、結構そのやっぱ女性とかに対しても100断れる感じではなかった。その嫌われたくないからこそちゃんと断ることができない、なんかあやふやになっちゃう人だったんですよね。私と付き合っててもその女子と別に集団で遊びに行けるし、次に付き合った子も本当に私と別れてから1週間後ぐらいに付き合ってたらしいんですけど、だからもう本当に並行して付き合ってたみたいなパターンなんですよ。それもさ、大学の身内から出してるからさ、同じグループから出してるんで、嫌われたくないからこそ本当にすぐにキープもできるし、女心ももう経験からちょっと分かってるから喜ばせるような言葉も言えるし、彼女ができるのはすごい早い。次の人で、私すごい若い時にすごいショックで、この時一番荒れてたと思うんだよね。1回目のちゃんとした失恋だったから、別れた理由もね特によく分かんないし、次ができたから別れたみたいな感じだったんですよ。多分この人絶対私の次に付き合った子にもこれ同じことするだろうなって思ったんですよね、その時に。でまあネタにしたけど、まあ、実際次の女の子も同じようなことされてたんですよ。だからほらって思って、人はなかなか変わらないので、なんて言うんだろう、略奪愛、そのまま結婚した人とかも全然いると思うんですけど、基本的に人ってあんま変わんないから、略奪してその付き合ってくれたパターンって大体また同じことを繰り返して終わるっていうのもいい例でした。あの人は、まあ、結婚した人とかもいるんですよ、中には。略奪して結婚しましたみたいないいんですけど、なんかそれって別に特にいいことでもなんでもないよねって話なの。人間としてなんかあかんことしてる人と結婚しましたって言われてもね、ねっていう人が2人目ですね。一番辛かったのはこの恋愛だった。一番その好きだったっていうよりも、ここまで真面目に恋愛したことがなかったので、なんかこう初の恋愛すぎて痛かったね、辛かった。だから結構暴走したんですよこの時期。なんかその寂しさを埋めるために誰か違う人と付き合ってみたいとか思ったのもこの時期だったんですけど、まあ、その後何ヶ月しか付き合ってない人とかいるんですよ。なんかそれは同感、なんかそんな人恋愛って言わないからさ。だけどやっぱ思った、無駄、好きじゃないのに付き合っても無駄、好きじゃないと許せない。ちっちゃいことでもイライラしちゃうんだよね私の場合は。なんかこいつこんなこともできないのにみたいな、例えばその外見の歩いてる人とかのことバカにしてたりしたらムカついたりするんですよね私、まあ、こいつ何様のつもりじゃんみたいな。ダメでしたねやっぱ、好きになって付き合わない、寂しいからって付き合っても無駄で、はい3人目、それはもうみんなも知って通りの前回の元彼ですね。フランス、うん、3人目がね一番その今の彼氏を抜くと一番長かったんですけど、あの人最初はすごい良かったんですよ。誠実そうじゃないのに誠実そうみたいな、なんかわかるかな、女が心くすぐるって感じ、なんかチャラ男が私だけを好きになってくれたパターンみたいな感じだったんですよ。今分析すると本当にそんな感じです。モテてるけど俺はお前のことしか見ないぜみたいなパターン、ちょっと少女漫画っぽいよね。まあアホらしいんだけど、今考えたらね。けど最初の方はすごい真面目な感じだったね。全てしっかり報告してちゃんと帰ってきて愛してる愛してるみたいな感じだったんだけど、なんか途中でおかしいなってなってきて、それがまあ付き合って 5ヶ月ぐらいだったかな、その時にちょっとおかしな問題が起きたりとかして、こいつはやびんちゃうとか思ったんだけど、男友達を召喚してアリバイを作るという作戦で彼はかわすんですよそれを。私もすごいその時さ、これは盲目みたいな、今考えたら絶対信じない方が良かっただろうって思うんだけど、で信じちゃって、それが悪の元凶だったんだけどね。まだ 5,6 ヶ月の時点でちょっとひらめいてる部分あったよ。でよ、何が問題かっていうと、彼はね結構自分のことを大きく見せるのがうまかったんだよね。こういうこともできて、こういうこともできるしっていうのが証拠を見せるというか、証拠も多分フェイクかもしれないけど見せることがうまかったんで、信じる女の子が騙されていったんだろうなっていう感じだったんですけど、私はその彼の言動でめちゃめちゃこうやっぱりその教育が違う、ヨーロッパで教育受けてるのでやっぱ私の話もしてても新鮮なところがあって面白かったんですけど、なんていうの、勉強をしてきた感じがしたんですよ。まあなんか頭がいいっていうよりもなんか違う頭の良さ、その真面目に勉強してきたっていうよりもしっかりとは考える力がついてるなみたいな風に感じて、歴史とかもそうだけど、私はその時に読書をしなきゃって自分で思ったの。いい意味で私結構この張り合うタイプなんですよ。
男の人けたくないなって思うタイプなんで、自分よりできる人がいればその人と同じぐらいのレベルになりたいとか高め合うのが好きなのね。だからその人の話を聞いてると私ももう少しすごい勉強しなくちゃなっていう気分になって、その時に結構読書をやっぱりいっぱいし始めるようになったのがこの時あたりなんですよ。本をしっかり買って読み始めるみたいな。だからその時に比べて私もすごい知識が増えたし、嫌だけどあいつのおかげじゃんっていうことなんですよ。張り合うのが好きだから私ね、プライド高いじゃん、うん、すごいなんか頭の良さそうな人がいると勉強しなきゃっていう気分になるんですよね私。前に比べてすごい読み始めた、1ヶ月に 3,4 冊読んだりとかして知識つけたりとかできるようになったんで、まあ彼のいいところは本当にそこだった。負けないように稼ぎたいとか、私このままじゃダメだなって思ったのがやっぱりそこだったから、その点においては彼は役に立ったと。クソだったけど、まあ3人目は学び続けることを教えてくれたっていう点では良かったです。まあ対応はクソだけど、ああいうのに騙されないようにしようっていう学びにはなったけど、別に悪い恋愛もダメなことしかないかって言われたらそうではないですよね。学ぶ続けられるっていうか、何かしら自分にも変化が出るから面白いところですね。ダメだってなって別れられたのは良かったです、まあ、面白い恋愛だったなってネタになったしね。このさらに弁護士を雇って内容証明を出すというなんか本当に YouTube 的な展開になったから、私はその恋愛めっちゃ面白かったですねで、ハイライトを入れます。まあ何事も学びようですよね。そっから何を得るかっていう、その時に大切にしてくれそうって最初思ってても、しっかりと自分を愛してくれてるっていうのを表現してくれなくなった時に、やっぱりもうこのなんだろう、自分からこう離れちゃってる時点で終わりだなって思いましたね、まあ、経験をしてきて、ちんたら付き合うのも良くないけど、ダメって分かった時に分かった方がいいけど、人選を磨くっていうのが難しかったです。最初私すごい恋愛経験なかったので、世の中にはなんか3種類ぐらいいると思うんですよ、人間のパターン、恋愛の人間パターン。その何回も同じことを繰り返したやつ、だから学ばないやつ。でもこれは恋愛をしてんのに学ばないやつのパターンね。成長しないタイプです。で、自分も何も変われないみたいなパターン1。で、恋愛はしてるけど、やっぱちょっとそのちょこちょこ変わっていけるタイプ。恋愛の数が多ければ変われるタイプですね。は、あまり恋愛はしないけど、その1回の恋愛がでかくて学べるタイプ。しなきゃいけないってわけではないんですよ、恋愛は。した時に、どんだけこう盲目的に見ないで人を、第三者視点を入れられるかっていうところなんだよね、恋愛って。ダメな時って本当にダメなんだ。毒みたいな恋愛ってあるんですよ、やっぱり。そういうのを惑わされないで、自分がダメだと思ったらやめれないとダメだなっていうのは思います、こう恋愛で。この人私のことリスペクトしてくれてないなっていう時、ここがもう終わりですね。まあ男女関係ないですけど、やっぱ好きな人に対してガサツな態度って取れないんですよね。なんか好きだからこそ、やっぱ愛してるから、やっぱそういうのを態度で表そうっていうか、幸せにしたい、優しくしてあげたいって思うじゃん。で、まあストレスとかあるかもしんないけど、なんかさ、うざいっていう感情とか出ないじゃん。やっぱ雑に扱われるってことは、あんまそんなもうなんて言うんだろう、感情がないって思った方がいいから。愛されることが全てではないけど、自分のことをそんな風に扱う人を好きでいることが無駄って思っちゃった。なんかお姫様みたいな扱いって言ってるんではないのよ。なんかそうではないんだけど、やっぱそのリスペクトお互いにね、やってることに対してっていうのが大事だ。それができなくなった時に終わりだなって思った方がいい。でそれ以外になんか恋愛するメリットってさ、その心の安定とかあるけどさ、それさえもできない人ってさ、無駄じゃねって思っちゃう。お前彼氏とか恋人としてやっぱ役に立ってる部分あるっていう大切にしてくれるぐらい自分のことを好きな人と付き合った方が私はいいと思います。本当に好きで自分のことを考えてくれて行動してくれる人って、やっぱ行動に出るんだよね。言葉にも出るけどさって思うんだよね。みんなにさ、ガサツな態度とか取られてほしくないわけ。雑に扱われてほしくない、みんなが。だからこそやっぱそのしっかりとしたいい人と恋愛してほしいなって思う。なんかクソ男と恋愛して思った。なんかめちゃめちゃそういう人ってトクシックなんですよ。切ろうにも切れないみたいなのになりがちで、女の子ってそういう傷つく恋愛とかも意外とこう好きでやってたりするパターンあるからね。傷ついてる私みたいなとかあるから。でもそれは今だけですよ。かわいい、うちの私が作ったレープかわいいなんかすごいダスティーローズだからさ、使いやすい色にしたんだよね。正解でございました。ツヤもありつつ色持ちもパーフェクトという。使いすぎてもうサンプルがなくなっちゃったもんね。ちなみにこれケース、これではないですよ。買えるんで。
ガーヤースカイハイマスカラということでね、アメリカでめちゃめちゃ売れてるらしくて買ってみたんですよ。輸入これをねちょっとレビューしてみたくて、レビューも取らなくちゃと思ったんだけど、はい、こんな感じでマスカラを塗ってきました。またこれは別で動画出したいんですけど、これでメイクはひとまず完成でございます。チュチュン。マスカラを塗るだけでもね結構バッサリバッサリしちゃうと思うんですけど、はい、いつものメイクです。これが今回は恋愛話ということでね、こんな感じにゆるく語り合う動画になっちゃったんですけど、多分話したいトピックとかあれば全然下の方にコメントしてみてください。今夜の動画も、まあ、受ければ作らんでもない、まあみんなが求めるなら私も作りますからね。それではご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。届かん。